はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP やっていこうと思うんですが、今日はですね、やっとね、卵からワタボー出てきました。でですね、4体配合しようと思うんですが、まあ、4体配合さ、まあ、なんだろうなという方もね、もしかしたらいるかもしれないということで、まあ、せっかくなんでね、今の動画で4体配合ね、していけたらなということで、やっていきたいなと思います。使うのはですね、このドーク。今パーティーに入ってるやつですね。ドーク、キングモーモン、ドンモグーラ、そしてスタンバイにいるワタボ。この4体を使って、あるね、モンスターを作ります。はい。で、作り方なんですが、まあ、これはね、もうね、やり込んでる方はね、もちろん知ってるんですが、配合ね、していきます。まあ、4体配合して、まあ、今の4体ですね、配合して、まあ、1体のモンスターを作ると。で、究極配合するときにさ、同じモンスター2体いるじゃないですか。で、これ、今から悪魔の書も作ってね、一気に2体、作っていきたいなと思います。同じモンスターをね。はい。一応ね、そのやり方なんですが、まずですね、ちょっと待った。ドンモグーラレベル1じゃん。しょっぱなね、つまずくっていうね、ちょっとレベル上げてきます。はい。レベルですね、上げてきました。じゃ早速ですね、配合の方していきたいなと思うんですが、まずですね、ドンモグーラとキングモモを混ぜます。はい。で、まあ、これはキングモモ作っても、ドンモグーラ作っても、ユニコーン作っても何でもいいです。まあ、好きなのをね、作ってください。じゃあ、ユニコーンにしますか。でですね、まあ、とりあえずこれはね、オスにしときましょうかね。で、悪魔の書ね、必要なので、悪魔の書必ずね、作ってください。まあ、今、スキルとかはね、適当なんですが、で、これで、ドンモグーラとキングモモがね、親の、まあ、子供がユニコーンという形でできてます。はい、これユニコーンできましたよね。ここね、ここ置いときますね。そして、はい、悪魔の章ができるんですが、まあ、これもね、オスにしときましょうか。はい、で、配合すると。だこの悪魔の章も、ドンモグーラと、キングモモからできたやつと。はい。じゃあ、ここに置いときますね。はい。次はですね、ドークとワタボーを使って、まあ、今、ワタボーかね、まあ、ドークできるんですが、まあ、これはね、どっちでもいいです。まあ、好きな方。まあ、左にしますかね、じゃあ。はい。ドーク作って、まあ、さっきとは逆ですね。逆を選んでください。はい。女の子にすると。でですね、まあ、これもきっちりですね、悪魔の書はね、作ってください。はい、できましたね。これ、ワタボーとドークから、まあ、ドークを作ったと。ここに置いときますね。で、次ですね、悪魔の書、またできるので、まあ、これもさっき選んだ、ところを選んでもらうと。そして、まあ、これ何でもいいです、スキルはね。まあ、残したいやつを、まあ、作ってください。はい。はい、これでね、できました。この悪魔の書も、ドークと、ワタボ。親はね、ドークとワタボと。はい、これでね、4体こうできてるんですが、要はこれ悪魔の書を作らなかったら、まあ、今できてるユニコーンと、まあ、ドークしかいないと。で、今悪魔の書を作ってるので、まあ、4体並んでるという感じです。はい。で、ちょっとね、レベルを上げないといけないので、楽々冒険使えたので、ちょっとこれ使います。で、あとはですね、もうこれで準備は終わってるので、あとはレベルさえ上がればね、もう配合できるので、はい、まあ、サクッとね、上げちゃいましょう。はい。まあ、ちょっとスキルとかはね、まあ、今は適当にちょっとやっちゃいますね。鬼コンボ、来たね。鬼コンボ強いですからね。対戦でもね、ぜひ使ってください。はい。じゃあね、次はね、配合をやっていきましょう。はい。これでですね、違う。フィリオじゃない。こっちね。モンスター爺さんに話しかけて配合していきます。で、今ですね、左鬼コンボ、これね、鬼コンボじゃない、鬼コンボさっきのやつだ。
これね、まずは、はい、ワタボードークからのマークバの書で、これは、ワタボードークからのドーク、キングモーモン、ドンモグラからの悪魔の書なので、この悪魔の書ありますよね、キングモーモン、はい、これ入れますね。そしてこっちを入れても、この一番右のやつを作りたかったんですが、これトロでね、エイトのね、エイトのキャラです、ちなみにね。もう有名やね。で、これでもできるし、こっちですね、はい、今左側にいますよね。どっちでもできる、親が同じなんでね、どっちでもできるよという感じで作っていく。これでトロでまずできますよね。どうしようかな。まあどれでもいいかな。はい、これでですね、トロデが完成しました。で、究極配合するにはもう一体必要じゃないですか。まあ巡り合いでね、取ってくることもできるんですけどね、好きなだけね。まあそれがめんどくさいよって方はね、まあこんな感じで作るといいと思います。まあサージタウスとかね、作るときとかもそうですし、まあデスピサロとかね。はい、でさらにですね、配合を続けていきます。で、残ったね、次はここですね、ドークとユニコーンをね使っていく。はい、もう一回ちょっと見せますね。キングモモン、ドンモグラのね、ユニコーンを使って、まあさらにこっちですね、ワタボドークの、ドークを使うと。で、これでね、またトロデができる。はい、オッケー。で、これでトロでね、まあ2体、できたので、もうすぐね、究極配合して、まあ対戦用にね、使うこともできますし、まあこっから先ですね、まあ配合に使ってもいいと。はい、まあこんな感じでね、トロでが2体できました。これで、まあさっき、そう、デスピサロ4体配合。デスピサロとかの時もね、できるので、まあこんな感じでね、作るといいと思います。デスピサロはね、何だったかな、アンドレアルと、ギガデーモやろ、あとエビルプリストと、ヘルバトラよ。ヘルバトラ。最近作ったけどさ、ちょっと忘れたね。そうです。その4体をね、配合するときもまた同じような形でね、やってもらえたら、まあ2体できて、まあすぐ究極配合できると。これはまあ何でもいいかな。はい、まあ自分はね、一応2体作って、まあ究極配合ね、トロではするわけじゃないんですが、まあここからですね、また配合ね、進んでいくので、ですね、一応トロではちょっとまだ今レベル上がってないんでね、あれなんですが、戻るで楽々検索で出てくるかな、これ。はい、出てきますね。はい、こんな感じでね、次はインヘラを作れると。まあこいつはね、これが欲しいわけないんですよ。このモンスターが欲しいわけじゃない、俺は。こいつが持ってるスキルあるんですよ、それが欲しいっていう感じですね。はい、まあこんな感じでね、4体配合していくと。さあ、ちょっと卵割れるみたいなんでね、ちょっと割っておきます。まあ、4体配合ですね、結構質問来てまして、ただまあなかなかね、難しいですよね。説明ね、こうやってね、動画でお見せするのがまあ早いんじゃないかなということで、まあ、ちょっと今回はね、動画にしました。ちょうどね、4体配合したかったので。で、プレステの時とかなかったもんね、4体配合ね。昔のことでもう忘れたけどね。 3DS はありました。 3DS はね、あったんですが、おプオン。最近ずっとね、プオンにしてるんですが、どうかな、みんな喜んどっかな、プオン。さあ、あともう一つですね、これでラスト。さあ、誰だ、地獄の門番か。
まあ、あとね、でも欲しいって言われるとね、あのポンポコ兄貴もね生まれたんですよね。結構手に入ってるとは思うんですけどね。なんかいいやつあるかな。銀ばっかやね金めっちゃ余っとるやん。まあ、あとは卵をセットして終わりますかね。でアップデートね入りまして、卵の孵化までの時間がですね半分になりました。はい、まあ、こんな感じですね。金は6時間になったよと。さあちょっと銀もねセットしておきましょうか。といってもなかなかさ6時間経ってセットするのもちょっと難しいよねなんか気づいたらさもうその時間なっとったってだけでね。はい、じゃあ行きますかね。よし、じゃあもう一つね、銀3時間やからね早いよね。パッカパカ割れるじゃんこれ。ざわめく運命の大きな卵、期待できそうな感じはするけどね。あとでも銀から生まれるやつで持ってないやつなんかあったかな。はい、ということで、今回はねこれで終わりたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。